のりこさんはい、てっぺーさん、こんにちは。元気ですかおはようございます。おはようございます、皆さん。<laughs> 元気いっぱいですかいやー、まあ、ぼちぼちですね。<laughs> めちゃくちゃ元気なわけじゃないけど、<laughs> まあ、普通、普通。はいはい。まあ、めっちゃ元気に聞こえますよね、のりこさんの声は。のあ、いや、そんなこと。 まあそんなことないんですよ。まあ実はめちゃくちゃ最近ストレスが多くていろんなことがうちょっと話せない話せないことなんですけどまあちょっといろいろストレスがあって大変なんですよ。うん、まあいろいろありますよね。うん、まあねはい私たちの生活の人間関係。まあ人間関係じゃないですね。まああじゃない、うん、人間関係のことじゃないです。はいはい。でもいろいろあるんですよね。本当にね、まあ、この世の中 <laughs>。いろいろね。<laughs> ねえ本当に。

半分イライララみたいな,そ,んな感じそうそうそうあのー、これはまあ本当は落ち着いたらポッドキャストにの話になるネタネタとして十分話せることなんですけど今はちょっとまだ話せないまあね解決してないってことですよね、はい、はいはい<だ>そうですそうですだから皆さんしばらくお待ちくださいけどはい、はい、本当にでもねいちょっとストレスだわやっぱ年なのかなどう,どうですか弱いですかストレスに弱い なんか、うん、やっぱり私、ルーティンの人だから、なんか、ルーティンがこう、壊れそうなこととか、うん、まあ、でも自分ではコントロールできないことだから、<laughs> イライラしても仕方がないんだけど、<う>イライラする。そう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 。やっぱこう、この私はこの人間としてよくないですね、本当に。あの、そういうことに対応できないから。いや、そんなことはない。みんなそうですよ。みんなそうかな、うん、みんな、まあ、大人になってわかることは、んうん。大人は、まあ、 子供と同じように泣きたくなるようなあのあの発狂したくなるようなみたいななるけど、まあそれはしないから。そう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 。でもなんか溜める溜めてるってことですよね。大人はみんな大丈夫に見えるけど、全然強くなくて。そうそうそう。いやありがとうございます。だからみんなそうと思いますよ。 そうか、はい、なんかそういうことにイライラする自分がなんかちっぽけだなと思いつつはい思いますよね、うん、そういうふうにねでももしそれがなくなったら、うん、いやこれねあの、はい、まあポッドキャストでもこういうことはよく僕は話すんですけどうん、うん、だからまあ例えばね僕とトックさんって全然性格が違うんですけど、うん、一つだけ同じことがあって なんか小さい喜びを大きく大げさにしてね、うん、楽しみいはいはい,、はい、いいですね、はい、それはとってもい。僕たちが出会ったのが17年ぐらい前で、うん、まあその頃はお金もないし、うん、なんかお金もないし時間もないしみたいな <laughs> まあそんな時になんかあの小さいことで喜んでるみたいな、うん。うん うん、なんか本当に公園に行ってね例えばもう寒いロンドンなのにかサンドイッチ持って双方で,うん、うん、でもう外で食べられないから、うん、で外でっていうの,のレストランとかで食べられないからサンドイッチ作って持ってってベンチが空いてるみたいなあベンチが空いてる嬉しいみたいな。<laughs> <laughs> あでも可愛い,な <laughs> いいいいななみたね よかったね今日ベンチが空いててみたいなで小さい喜びも大きくして喜ぶ性格があるんですけど、ねうんうん、あの同じことがあの小さい問題も大きく捉えてしまうっていうなるほどねそう結局同じ同じあのまあ数式というかね小さい幸せを大きく感じるからうう小さい問題も大きく逆にねそういうことなんでしょ、ね、うねそ,そ,そうなんですよ。う たぶんのりこさんもそういうところがあるかもしれないんですけどたぶ、うん多分小さい問題をやっぱり大きく捉えてしまって、うん、後になって考えればまああんなことは、ね、そうなんだよねでもこれはね,ねやっぱりいいことと悪いことって本当になんか紙一重っていうか似てて、うん、なんかその性格的なものですよねそのやっぱりいいことと悪いことっていつも似てるじゃないですか。 そのルーティーンが好きっていうのは、うん、まあ一見いいことですそうそうなんですよ、本当に。<う>でも逆に言えばね、フレキシブルじゃない。そういうことですよね。本当そうなんだよね。はい。じゃあ、フレキシブルになるためにルーティーンなくしたら、ルーティーンがないような人がいいですかっていうと、まあ、ルーティーンがないとできないことってたくさんあるから。うん、本当本当。そう。だから、やっぱりパーフェクトになれないんですよね、人間っていうのは、ね。なぜかというと、パーフェクトな人間って、 多分世界でかなりパーフェクションってやつ,やつですよね。うん、結構完璧主義って、この世界ではあのうまく生きていけない。うん、その理由はこの世界がパーフェクトじゃないから、うん、このインパーフェクトの世界でそうそう生きていくには、やっぱりインパーフェクトな人間のままでよくて、あのー、ストレスを感じることも普通なんですよね。うん 確か,確かに、確かに。はい。の通りだ。いや、問題がない人なんていないと思いますけどね。本当そ,そうだよね。自分のことが日々起きてますよね。皆さん。そう,そうそう。うね、なんか。問題がないと思ってた人ってどういう人ですかって言うと、まあトムクルーズとか。ジョージクルーニーとか。<laughs> いやいや、<れ>でもみんな問題多分あるんでしょ彼ら今、なんか一番大きい。彼らの。<laughs> キャリアの中で一番大きい問題とか言ってますよね、今、その AI とかの知ってます知ってますよ、知ってますよ。だから、まあ、いわゆる、そう、それぞれが、やっぱりみんな、あの、次から次に新しい問題が出てくるんですよね。本当ね。まあまあ。いや、本当に。そんな感じだよね。しょうがないですよね、それは。しょうがない、しょうがない、本当にしょうがない。本当にね、思いますよ。 この前ね、うんはい、寿司を買って帰ったら、はい。はい、わさびもらうの忘れてたんですよね。家になかったのね、もうわさび。そう、家にわさびなくて。ああ。で、僕はもう、うわあ、もう地球の終わりだ。<laughs> 世界の終わり。わさびがないと寿司が,が食べられない。そう。うん、もうこの寿司を捨てるしかない。そこはちょっと、ちょっと <laughs>。もう、隣の家の窓にぶつけてやる。 いやそれをするんだったら隣の人に借りたらいい,じゃないですか。<laughs> まあそれは冗談だけど、隣の人にコンコンコンぶつけるぐらいだったら <laughs>。いやいや、コンコンコン、わさび貸してくださいって言ったら。そうそうそうじゃないと、寿司をぶつけますみたいな。<laughs> まあだから、この世界って、あのコンコンコンって言って、わさび貸してくださいって言って、うん、まあ多分隣の人が、いやど、隣の人はど、はどんな人かも知らないから。その アパートねうん、うん、もしなんか若い女の人が出てきて、うん、怖い変な人が来た警察呼びます警察呼ばれて、うんうん、警察が来てね僕は「いやあ,あ,あのわ,わさびを借りに行っただけです君を逮捕する」「ええ」テレビにね変態男はい、はい、わさびを貸してと言ってえ今の大学生のにそんなことはありそうですか、うんうん、いやあるでしょうだって僕どう見ても変態だから。 自分で自分で言うんですねそうそう自称いや本当に本当にだからわさび貸してくださいの絶対嘘と思うじゃないですかああそうか僕だって信じないじない,いや僕だって信じないですよニュースでねあ,<ー>あのなんか42歳の男がそうんか20歳ぐらいの女の子の,あの、うん、部屋をノックしてわさび貸してくださいと言ってうん いや、それはもう僕も、いや、こいつ嘘ついてるだろうと思うでしょ。そういうことか。悲しい世界ですよ、ノリコスなんまあ逆に悲しいね。本当に欲しかったのにね、わさびが。いや、でもね、そういう嘘をつくやつにたくさんいるから。まあ確かにそうです。この世の中多分いるんですよね。悪いやつも本当に多いから。いや、僕もね、子供にね、お前さ、誰かがわさび貸してくれとか言って、部屋をノックしたら絶対開けるな。警察呼べ言うと思います。 信じますか人を人間を信じますかそれとも人間を疑いますかまあ私はちょっと結構信じちゃうタイプだけどでもあそうまあ確かにねでもさ近所あそうか東京とか、OK、まあここだともう大体近所の人の顔分かりますよね、うん、だからまあまあ知ってる人だったらいい,いでねでも東京みたいなとこだとやっぱりちょっと警戒しなきゃいけないかもねだってやっぱり近所の人分からないよね いや例えばね僕もあの近所の人知ってる人と知らない人がいるんですよ。ちなみにまあこの目の前の家の人は、はいまあ、挨拶ぐらいはする。子供も多分同じ小学校に行ってる。<laughs> 多分じゃない、うんあの。子供も同じ小学校に行ってる。うん、<laughs> ねそのそこにも子供がいてあの、うん、僕の子供と同じ小学校。なるほどじゃあ僕がわさびを借りる時にその家に行きたいかというと多分行かない。 やっぱり知らない人に借りるあ。<laughs> あ、知らない。え、それは、それ待ってあ知らない人のとこに行くってことたぶん。やっぱり知ってる人だからこそ変に思われたくない。このわさび貸してくださいってどう考えても変でしょ。うえ、でも知ってる人の方が頼みやすくない迷惑をかけるんだったら知らない人に。<laughs> ああ、しはい、そうか、それはちょっと複雑な考え方だな。はいはいはい。なるほど。例えばですよ、ノリこさん。 のりこさんがね、うん、誰かの目の前でおならをするんだったら、うんうん、知ってる人と知らない人。あ知らないあ、そっちか。え、でもわさびはまた全然おならの話と違うと思うけど <laughs> <laughs> えー、ちょっと分からなくなってきました。<laughs> でもね、例えばなんかこう、すごく恥ずかしい状況を見られるんだったら、知ってる人と知らない人どっちがいいですか。やっぱり、知らない人に見られるんだったら別にいいけど。でもわさびは恥ずかしいことないじゃない わ,わ,わさびを貸してください。うん、いやむしろください。あください。そうそう貸してておかしいですから。かわさびをください。ね、ちょっとこ,っこ,このお皿に入れてくださいみたいな。いやこの僕の指につけてください。いやいや、それはおかしいそです。ーブから僕の指の上に乗せてください。ね、もしくは僕の,この口の中に直接入れてください。ああ。 いやだもうその口の中にはもうすでに寿司が入っててうん、はい、あとはわさびだけです醤油も入ってますコンプリートしてくださいどんなどんなまあまあまあそれはやばいなやっぱりやばいでしょ、うんうん、だからそんな人が来たらやばいわやばいでしょだから、うん、絶対に警察を呼んだ方がいいと思います僕みたいな人が <laughs> ピンポン <laughs> わさび貸してください そんな、そこまで危ない人なんですか、うん、てっぺさんは。まあまあ。ううかだからもう、僕もあれですよね。裁判があったら言いますよ。死刑してください。えー、はい。もうどう考えてもおかしいです、この人間は。いやいや、そんなことはないでしょう。いや、この人間はもう、おかしすぎる。おかしいです、ね。もう今すぐ。別の世界に。まあ、実はもっとおかしい人はたくさんいますよね。あ、そう、うん それはない。褒め言葉とうそうそうそう。デペさん自分で言ってるだけだから。デペさんおかしいけど、もっとおかしい人たくさんいるから大丈夫ですよ。慰めてるんでしょいや、実は言ってるだけでそんなめっちゃ変態じゃないと思うけど。あ、そうのりこさん、僕の何を知ってるというんですかまあ実はあまり知らないけど。僕のあんなことやこんなこと知らないでしょいや、もう変態だったらもう多分。 一緒に仕事してないでしょ。あ <laughs>、<laughs> そう。うんうんうん。例えばね。変態すぎたらね。うんうん、<laughs> でも変態すぎて仕事がめちゃめちゃできる人と、うんま、すごいまたそっちの方向に行きます。仕事ができない人どっちどっちと仕事したいですか。いや私変態嫌だ。<laughs> 例えばね一緒に宇宙に行きます。うん、もう超天才プログラマーのエンジニア。 もうこの人といったら宇宙で宇宙船が止まっても、うん、あのまた動き始める、うんあの。必ずこの人はミッションをコンプリートさせる超天才。だけど超変態。<laughs> はい。と一緒に宇宙に行きたいか。うん、すごくジェントルマンですごくリスペクトして、うん、すごくいい人で、うん、でもあのもう宇宙船がすぐ壊れてしまう。もう死んでしまう。はい。はい、どっちがいいですか ええー、そんなこと言われてもな。<laughs> 想像できないけど。<laughs> でも、でもなんかやっぱり一緒にい,るいて心地よい人がいいかな、だから。心地いい人と一緒に死ぬってことですね。そうそうそう、なんか嫌な人は嫌だ私す。すごく嫌な人と長生きしたくないですか、<laughs> 一緒に。そう、もう無理無理、無理です。<laughs> のりこさんは自由を追い求めるロマンチスト、理想家。<laughs> え、そうなのかな、うん、はい、もう私は、私もう我慢したくない<う>嫌な人と一緒に。いや、僕はもう天才ディクテーターみたいな人と一緒に長生きしたいと思う悪い国民ですよね。うん、悪い人間ですよ、僕は多分。人間じゃない。のりこさんは自由のために生きる。やっぱり、理想的な人。 いやいや、それは、それは言い過ぎ、言,言い過ぎ。いや、さんみたいな人が必要ですよ、うん、ジャンヌ・ダルクみたいな。もう。ジャンヌ・ダルクじゃない。嫌な嫌な人と一緒にいたくないということだけで。だから、私はわがままなわがままということ。いや、僕はもう嫌な王様の隣にいる、なんか、うん、王様、素晴らしい意見ですとか言ってるあの、よくいるでしょ、そういう大臣みたいなやつ、漫画のキャラクターで。王様は晴らしい、すべてが素晴らしい。うんうん、あなたのつく嘘も全部、本当です。